漏れるこのまがまがしい魔力、そんなまさか やつが。やはり常闇のオロチだったか。嘘でしょ、あの石碑にこんなのが。
プロタイルでない、アリサ、お主も構えるのじゃ。でなければ。全然聞いてねえか。だが燃えてきたぜ。にゃー、サノ、このままじゃまずいわ。柱の陰に隠れるわよ。大丈夫サノ？なんとかな。マスター、俺の話を聞いてくれ。やつは常闇のオロチっていう強大な闇の力を持つ幻獣だ。以前俺もやり合ったことになる。その時はなんとか撃退できたんだが、やつの返り血を浴びて俺は闇の力に侵食されちまったんだ。サノオの持つ闇の魔力にはそんな秘密があったのね。しかもあの野郎、前に戦った時よりもはるかに強くなってやがる。くそ、サノオ、あんた。そうね、私も同じ意見よ。今は生きて遺跡を出るのが先決だわ。サノオとディアボロスを連れて脱出を。やば、見つかった。尻尾の一撃が来る。ダメ、今の攻撃は私の全魔力を込めた防御魔法でしのげたけど、もう一度攻撃されたら。サノ、無謀じゃっす。サノ、いくら素早く攻撃したところで こやつには勝てん。常闇のオロチから染み出た魔力が俺の体を。くっそー、この蛇野郎が。嘘、サノがあの幻獣に取り込まれて。サノ、なんじゃ、あの幻獣の中から激しい魔力の高まりを感じるぞ。どうして幻獣がいきなりバラバラになるのよ。どんなもんだ。ぶった切ってやったぜ、このヘビ野郎め。何、あの女、なんだかサノオに似てるけど。おう、マスター、アリサにディアボロスも、みんな無事かよ。なんだ、やっぱりサノオなの。でも刀とか着物とか今までと変わってない。はあ、着物って何の話って。自分で気づいてなかったの？常闇のオロチに取り込まれた後、
なんか体が熱くなってきたと思ったらいつの間にか外にいたんだよね。おそらくあの幻獣、常闇のオロチの魔力とお主の中の幻獣の魔力が共鳴し結合したのじゃろう。結果莫大な力をお主にもたらし姿にも変化が起きたのじゃ。確かに俺の中にすげえ魔力が宿ったのは間違いねえみたいだ。これならラグナロクだって阻止できるぜ。その時にゃ極上の酒で祝杯をあげて一晩中飲み明かしてもいいよな。つさの夫が姿は変わっても中身は全然変わってないんだから。まあラグナロクを阻止したならばそれくらいは構わぬじゃろう。お主もそう思うか。あんたまで二人とも甘いんだから。分かったわよ。ラグナロクを阻止したら一晩どころか毎日宴会を開いてあげる。まずは当面の活動資金と酒場の飲み代を稼ぐのが先決なんだから。分かった？アリサの方こそちっとも変わってねえぜ。じゃあ酒代稼ぎとラグナロク阻止のためこれからも俺の力を振るってやるとするか。まずは今回受けた依頼の報告だな。行こうぜマスター。